tied for the lead. We've taken the lead. はい、こんにちは、こんばんは、ともかみですということで、今回なんですけども、ちょっとね、カメさん今日朝起きたら、ストアにね、ちょっとロイヤルクリムゾンっていう PDW のね、新しい塗装が、まあ追加されてたんで、ちょっと今回ね、これを使っていこうかなと思います。でね、まあ他にも結構あるんですけども、追加されたアークティックとかね、新しい塗装があるんですけども、やっぱり一番はロイヤルクリムゾンですね。PDW の、ロイヤルクリムゾンかと思います。まあ結構ね、ドミネーションとかチーレスではまあ強い、PDW 本当に。ね、もうダンス用もね、もう拡張マガジンとかつけなくても50発撃てるし、やっぱり威力もね、SMG っていうことで結構高いので、中距離も近距離もできるっていうことでね、これかなり、PDW 推しです、僕は。はい。今回、ストアにね、塗装された、追加サイトですね。まあ、武器の中では PDW が一番おすすめだと思います。まあ、効果としてはダブルキルと、そうですね、マージンにすぐに弾薬が追加されるということでね。やっぱりね、塗装もかっこいいし、やっぱりアイアンサイトも結構ね、特徴的なんですよね。結構見やすい。本当に。結構視野がね、見やすいっていうか、敵が結構見やすいんで、ね、やっぱりこれは結構強いかなと思います。結構ね、カメさんおすすめしますんで、ぜひぜひ皆さん買ってみてください。それでは早速、行きましょうか。はい。ということでね、早速やっていこうかなと思います。でね、このアイアンサイトね、めちゃくちゃ見やすいんですよ。そう。なんか通常バージョンと結構自分個人的になんですけど、結構見やすくてね、気に入っております。でね、まあ、教会なんですけど、まず人見たんですけども、これ中にもいたね。中にもいたんですけど、味方がやってくれたのか引いたのかあれなんですけども、降りてきましたね。そこをしっかりやってって、まあね、本当に近距離は強い PDW ね。本当に多分明石より多分強いと思うんですけど、ここはしっかり、しゃがみ中でやっていくと。ね、結構近距離とか、近距離でできないそうな時っていうのは、しゃがみ中ね、意識すると、いいかなと思います。で、ここで UAV を出していって、まあ敵がどこかなっていう感じで、まあ段ボールかね、まあ、どうぞかなと思ったんで、まあ行こうかなと思ったんですけども、ちょっとね、裏から回っていく感じに、やっております。でね、これいましたね。めっちゃおったんですけど、ね、予想通り UAV で、まあ、いるのは分かってたんですけど、これね、しっかり、1人2人やっていって、で、もう1人来てたんで、ここはちょっとキャラコンで、やっていくという感じでね。これめっちゃ見失ったよ、俺。めっちゃ見失って、そう、危なかったんですけど、これもう一人いるんですよね。もう一人いて、漁夫乗り、ね、パクっていくと、キルパクしていくという感じでですね、これプレデターも当たらないと。これ全員でも建物なくおったから、まあ、あれっちゃあれなんですけど、ね、という感じですね。さあさあさあという感じでコンビニから行こうと思ったんですけど、これね、UAV でわかるんですよね。そう、敵がいるかどうかっていうのを。そう、UAV わかるんで、やっぱりこういうことをされないためには UAV を落とすっていうことは、もう絶対に、やっておかないとダメかなと思います。で、コンビニからね、行こうと思ったんですけども、これ多分工場にいるんですよ、工場。ね、僕の頭の中ではまあ工場にいるだろうっていう予想だったんですけども、ここをね、ウォーマシンでやっていくんですけど、車に直撃して、自分が自滅という感じでね。じゃ、これはダサかったね。ここはしっかりしゃがみしでやって、中距離の、武器わかんないですけど、やっていくという感じでね。ねえ、てかさ、俺さ、実況しながらさ、実況しながら、そう、やんのも下手くそやし、俺後付け実況もマジで下手くそなんよね。そう、俺さ、ガチでさ、YouTube に向いてねえんじゃねえか説みたいなさ、ちょっと自分の中で浮上してて、俺ガチでさ、実況とかさ、そう、多分向いてないと思うんですけど、本当にね、喋りがマジでカメさん下手くそなんですよね。まあ、という感じでね、まあ、温かい目でね、見守っていただければね、そう、5年後とかなったらもう、プロのアナウンサーレベルにね、喋りになっちゃったりしてて、なわけないですけど、ねえ、という感じですね。さあ、ここはしっかりスライディング、滑る位置でやっていくという感じで、プレデターを撃とうと思ったら敵がいると。ここしっかりしゃがみ撃ちで、本当に近距離しゃがみ撃ち強い。マジで強い。で、これ裏路地にいたら分かったんですけど、やってくれと。で、ね、これほら、マジでほら、UAV、マップで分かるんですよね。敵が来てるかどうかとか。ね、だからね、UAV はマジで落としましょう、本当に。マスター隊の方とか、やっぱり UAV 落とすか落とさないかで、まあ、結構ね、打ち合いとか、やっぱり変わってきますんで、これ絶対に、UAV 落とすということは、非常に大事です。マジでね。そうそうそう。さあ、ここを、まあ、やろうと思ったんですけど、なぜかリロードを挟んでいくとね、今31発だったんですけど、なぜかカメさんね、リロードを、やっていく、しまったということでね、結構リロード癖ついてしまってるんですよね、カメさん。そう。で、ここはね、ウォーマシンゲーで、結局カメさんもウォーマシンゲーをするということでね、俺ね、ウォーマシンはまず弱体化するべきやと思う、本当に。うん。本当にね。さあさあ、ということで、22キルと、いいんじゃないでしょうか。
さあ、ということで、2試合目行きましょうか。でね、まあ、やっていくんですけど、大体カメさんはソロなんですよ。動画撮ってる時はソロランで、で、チーム組んでる時は、ソロランじゃないと思ってください、ソロランじゃないと思ってくださいっていうか、動画撮ってないと思ってください。はい、パーティー組んでる時は。ソロランの時は、多分おそらくカメさん、まあ動画を撮ってあるであろうっていうことなんで、ね、多分おそらくカメさん、レート上げでね、ソロで回ることはほぼほぼないです。ねえ。さあ、ここは、やっていこうかなと思ったんですけど、カメさん、ローでね、まあ、一発二発当てられて、やられていくという感じで、これカメさんね、なんで死んだかわかんないですよ。そう、完璧に、シャグミッシュ決まったと思ったら、やられてしまうということでね。そうそうそう。で、PDW さ、俺多分、一回目じゃないですよね、PDW の動画。確かね、この前も出したと思うんで、そう、あんまりね、もう解説することとかあんまりないし、そう、ただ単にやってるだけのあれなんですけど、まあ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 、アイアンサイトはね、だいぶ見やすいんで、ねえ、ということで、カメさんなんか言うねん、これっていうことね。で、これね、そう、中距離もマジで強い。普通に当てれるからね、普通に中距離もね。で、ここ横槍を入れてしまわれると。でね、そう、マップの小技っていうか、まあ、ちょっとね、今分かる人は分かるけど、ちょっとこれもね、小技集にちょっと、そう、モサが使う小技集にね、ちょっと入れようかなと思いますんで、ねえ、そうそうそう、ぜひとも期待しておいてください。ね、本当にね、なんかこういう小技とかあるんですよ、本当に。ね、これ知識量とかで、やっぱり、まあ、立ち回りとか大事なんですけど、エイムとかね。やっぱりこういう知識量とかでね、勝てたりすることもありますんで、本当にこれは大事かなと思います。で、これ敵入ってるんですけども、しっかり、しゃがみ打ちでやっていくということでね、さあさあ入ってるんで、そう、敵が入ってたよね、ここ。そう、カメさん気づくのがめちゃくちゃ遅くて、ね、そう、止まってしまったんですけど、これ変わっていきましたね。これドミネーションの A になったんですけど、めっちゃ来てんね、敵。さあ、やっていって。これね、外にいますね。これしっかりやっていくと。これ2階にいると勘違いしてたのかな、敵は。さあ、これやっていくんですけど、これ横槍をいられてしまうという感じで、これ脇さ、ワッキーがさ、マジで終わってんのよね、そう。ハードポイントマジでね。ワッキーがおかしいからね。さあ、ということで、ウォーマシンゲーするんですけども、カメさんね、この時のウォーマシンはガチでガバってた。うん。まあ、敵もね、これ1階に逃げられて、で、これ2階にいるよっていう感じなんですけども、これ1階にね、全部外して、やっと最後の一発当たっていくという感じでね、マジでね、ウォーマシン外すのは痛すぎる、本当に。そう。マジで勝負を変えれるんで、そう、勝敗をね、分けれるんで、ウォーマシンは。という感じでね、そう、カメさん、ポイントだけもらって、ちゃっちゃと、敵を買いに行くという感じでね、かなりの毒図、カメさん。うん、本当に、俺さ、今、動画やから入らんっていうのもあるけど、ね、そう、動画やから入らんっていうのもあるんですけど、ね、やっぱり敵をいっぱいキルしてた方が面白いじゃないですか、皆さんもね。そう、まあ、という感じでね、さあ、向こうは8で、そう、敵は8ポイントで、もう、結構圧勝してんねん。そう、結構圧勝してるんですけど、こう、伏せててね、そう、もう、諦めたっていうか、もう UAV 出てるし、敵の位置分かるやっていうことでね、掘ってたんですけども、そうそう。もうこれね、一人、落ちてたんですよね、確か。そう、一人落ちてて、そうそう、という感じでね、マジ、SMG しかいないね。PDW 明かす MS という感じでね、ということでございます。はい。それではですね、今回ちょっとこれで、終了にするんですけども、終わりにするんですけども、これですね、今回使った PDW です。まあ僕のね、アタッチメントとかは、まあフォアグリップ、ロングバレル、クイックドロっていう感じでね、別にね、フォアグリップはやらないかもしれない。本当にほぼ無ハンドやからね。結構近距離とかですね、そう、近距離とかで打ち合うことが多いので、まあ、フォアグリップ、はまあ反動そんなにいらないのかなっていう気がします。頭一個出しとかはまあちょっと厳しいかなっていう気がするんですけども、まあ近距離とかねやったらもう全然ねいいかなと思いますんで、別に僕はね中距離とかでも打ち合えるようにねフォアグリップをつけてるっていう感じです。まあ、あとはロングバレルとクイックドローですね。別にねこれ押しはないよ、本当に押しはなくて、別に好きなのつければいいかなと思います。これ拡張マガジンとかつけなくても、まあ、50発あるっていうことで、まあ、全然いいんでね。もう皆さん、本当に、適当にね、自分好みのやつでやってみてください。それではね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。